マヨネですえー、今回ですね。まずは日本ですね。日本の外相である林邦正さんになりますけども、メディアに出てえらいことを言いました。私、首相になりたいですと。とえー、その志を持ち続けます。っていう発言をしました。ちょっと堪認してくれと、これはほんまにやめてくれっていうその発言ですね。紹介したいと思います。せのローのプチンさんですね。プチンさんがメディアにこう出てですね。話をしました。停戦もうすぐですよと。とまあ、どもうすぐというかちゃんと考えてますと。とあの。妥協 とかもまあやってもええかなっていうそういう発言をしてましたのでちょっと今までとまあ発言が変わってきてましたですねそこの記事お伝えします次はアメリカですねアメリカの共和党のあの会員のリーダーですねマッカーシーさんが F の B の I に対して召喚状これ出していくからなともうちゃんとその委員会を正式に作って、えー、めちゃめちゃきっちり調査していきますということを明言されました今そのツイッターファイルとかでもあのー、悪い行いがね明らか になってきてることに対してでももうこれがね正式に調査されてえ召喚状とか出ればえらいことになるかもしれませんもうひっくり返るとその記事ですねお伝えします最後にトラさんですねまあクリスマスがありましたトラさんからのクリスマスメッセージこれがありましてこれね普通じゃないんですよねめちゃめちゃおもろい言い方しはるなとえそういう記事がありましたで、ね、お伝えしたいと思います あ日,本ですね、日本の外相である林鳳正さんになりますけどもあの、まあ、首相になりたいっていうそういう発言を、ね、しちゃうんですねあの林鳳正さんあんた絶対になってはいけませんと。 バリバリの媚び中というかね、もうなんかペットみたいになってるような、えー、その方がですね、日本の首相になっては困ります。ちょっとその発言を紹介したいんですけども、えー、林法政が25日、えー、テレ東でこれ発言番組出ました。で、将来の首相の座への意欲を改めて示しました。勘認してくれと。もう絶対締めさんと言って、も二度と締めさんと言ってほしいと、えー。そういう記事なんですが、地元で期待の言葉をかけていただいているのも事実ですと。だから林 地元ではですね、えー、期待してますよ首相なってなと、えー、そういう声があるらしいんですね、こ、まあ、言葉分かったんかいでね、<laughs> 言葉会話できてますかと、まあ、そんな感じですね。 心差しとして目指すということを持ち続けていなければいけませんと強調しました。外相としてキッシーを支えるとも語りまして、これ番組の22日にこれ収録されてるんですけど支え入れてませんからね、キッシーのことを支え入れてるのかもう日本のことを支える気なんかさらさらあらへんやないかと、いうことで、林法政がですね、首相になりたいんですわと、そういう発言をしました。皆さんどうですかね、林法政、お前はちょっと首相はないと、 でも、はよ外傷もやめてもた方がえがんちゃいますかと思われる方、ですねぜひグッドボタン、これはお願いします。 次はプチンさんですねプチンさんの発言これが今までと変わってきましたまあその停戦うんぬんかんぬんですねあの移行これをちょっと示唆しましたで妥協しませんとこれはありましたけども妥協もあの考えてもよろしいですせと、えー、プチンさんが言い出しましたですねでは記事紹介しますこれ25日に放映された国営テレビのインタビューでプチンさんが答えていますの、あのー、案件に関してですすね、えー、ウクや同国を支援する欧米など、えー、結論を 妥協する用意ができていますよっていう風に述べたんですねだから妥協はあるからお前らどないするんですかとえそういう話をしました停戦への意向を示唆しましたプチンさんは22日にも停戦には言及をしておりましてこれに応えるのかどうかここがね注目されていますただプチンさんはローの要求を認めさせる形での定選を念頭に置いているとみられウクやアメリカは怪奇的な見方を崩していませんだからプチンさんは俺が言うことは 絶対守ってもらわなないいいかかアメリカさんどんどすすするんででととうこみたいですねプチンさんは、ウクとの停戦交渉やウクのもろもろにあの先立って、えー、NATO に提案した相互安全保障体制の確立について、同にはすべての当事者と交渉する用意があるとしつつ、彼らが交渉を拒否していますということになりますので、まあ、プチンさんは、まあ、ずっとね、年うしこう構えて話をしているんですけれども、アメリカ側、ウク側ですね、ゼレさんもね、なんか謎に 議会に行ってです、ね、お金、ちょうだいな、カツアげ、成功です、ほなね、言ってね、やってる場合ちゃいまんねんと。もう、その辺のね、あの、交渉どないですか、という感じですね。 まあ22日の記者会見の方でもですね全ての紛争は交渉で終わります彼らがこの認識に達するのが早ければ早いほどいいでしょうということなのでプチンさんは変わらずですよねもう早い押してこいこうやとあのちゃんとあのなんか考えてるもの言ってこいこうやと、まあ、いうことを言ってはりました一方で設定した全ての目標は達成すると述べ作戦続行の意思も示したと言われてはいるんですけどもさあ実際、今後どうなるんですかね。まあ、ウク側アメリカ側、まあ西 側がですかね、えー、その辺がどうやって言ってくるのかもしかしたら、あのー、プチンソんのこの発言でですね老とウクのこのドンパチ関係があ終わるかもしれません終わり方はですね、まあ、どうなるのか向ここはまだ続報ばかりしだいお伝えしたいと思います。 次、アメリカですね。アメリカ、会員のリーダーであるケビン・マッカーシーさんですね。ズバッと言ってくれました。今、そのツイッターファイルで F の B の I とか C の I の A とか、まあ、もろもろなんか悪いことやってたと、まあ、いうことがわかりました。まあ、もろもろね、隠してますからね。あの、ケネディさんの案件もですね、もうめっちゃ隠してるんじゃないかということやったりとか。 ケネディ自体の案の札もですね、これもね、明らかになったりもしますんで、こういったところで F の B の I に対する真相究明、これに独立した特別委員会の設立しますと、ちゃんと調査しますで、徹底的に調査しなければいけませんので、召喚状、これを出しますということをね、明言しました。これでね、あのー、隠してる内容がね、めちゃめちゃブリ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 どろどろ出てくるかもしれませんね。これ 言ってはるのがジム・ジョーダケビン・マッカーシーだが独立した委員会のあの設立ですねこれが最善ですと一番いいでしょうって言い方をしました F の B の I と司法省に対する疑惑が深まる中もう内部告発者とかもこれ出てますので F の B の I はちょっとねこれはまあえあれじゃないかもしれませんね下院共和党はアメリカで最も名高い法執行機関の上から下への劇的な見直しが必要である という確信をもうありますというと深めました。だからもう今上から下もう全部これはねもうまともじゃないから全部一層せなあかんともうそういうことを言いましたですね。でこの委員会の目的なんですけどもまあ1月6日の議事堂の件のねあのなんかペラペラペラしてやってるようなあんな無駄な委員会じゃいまんまねんと目的っていうのは失敗や不正これを暴くだけではなく F の B の I に改革を課すことだとなんかちゃんとした F の B の愛であれば全然いいんやけども今はもう腐り切って戻るからもうこの辺全部一層せなあかんってい方ですねこれジョーダンさんが「ジャスト・ザ・ニューシュ」のインタビューに答えまして我々はこれを調査するために独立した委員会これを検討していきますということを明言しました私たちは真相を究明しなければいけません召喚状が始まりだと思いますが F の B の I を改革するためには私たちが知る限りそういった委員会のそ調査ですね委員会からの調査これが必要

そうですよねカーリーレイクさんがもうバリバリの確たる証拠を出したかてうーんまあカーリレイクさんも負けてええんちゃいますかと、まあ、そういうことを言ってたきたりもしますんでまあこういった調査ももちろんやってほしいですしいろんなことを明らかにしてほしいんですが C4 のところもねこの辺をなんとかしてほしいかなと思いますね。 で、最後にトラさんのクリスマスメッセージですね。これがありました。やっぱりね、そのトラさんはもう全部分かってるんでしょうね、えー。まずまあそのトラさんのクリスマスメッセージを紹介します。えー、トラさんが、あの、トゥルー奏者の方でこれ、あの、文面を公開されておりまして。 皆さんメリークリスマスということでまずまああの言われてますで私たちの国を崩壊させようと試む左寄りのあのマルクスの主義者この方たち皆さんメリークリスマスとだから国民に対してメリークリスマスっていうことと左寄りのあっちの人たちにもメリークリスマスっていう発言をねされてるんですね。不当のをを行いい社会主義者と腐敗したメディアそこにお金を支払い輝かし アメリカを愛するトラさんに対する勝利をつかませるべく知的に遅れた民主党員の躍進を支援する連邦捜査局にもメリークリスマスと。 <laughs> ということでで敵にもですね、えー、すごいちょっと嫌みを言いながら全員に対してメリークリスマスっていうことを言ってましたでこれここからはもるんですけどもあの司法省省ですよね司法省が今もう腐りきって持てますので寅さんは司法省のことを不当省とそういう言い方をしてるんですねめっちゃおもろいやんと。 もう不当なことしかしませんので、トラーさんは司法省のことを不当省とまあそんな言い方をしてました。まあさすがトラさんですね。勇まが溢れるそういうクリスマスメッセージを送ってましたのでお伝えさせてもらいました。本日は以上になります。また会っておしよろしくださいね。お疲れ様でございます。します。